日はフォアハンドストローク、フォアハンドストロークというかドライブボレーですね。でノーバウンドで前に走ってきて、まあ、サービスラインあたりで、まあ、ノーバウンドで打つっていう、で回転量の少ないドライブボレーっていうので、グリップはボレーのグリップで、まあ、下から打ってきましょうとかっていう、のをやったんですけど、今回はストロークのグリップで、まあ、がっつり攻める感じですね。がっつり攻める感じで打っていくと。なので、まあ、ドライブボレーっていう表現が合ってるのか分かんないですけど、まあ、なんていうのか分かんないで、とりあえずドライブボレー、フォアハンドです。よろしくお願いします。でまずですね、通常まあワンバウンドでストローク打ってきますけど、1回バウンドするとボールっていうのはですね、結構勢いがなくなるんですね。でノーバウンドっていうだけで、手には結構衝撃くるぐらい威力がありますので、まずはボールからラケットをうまく、ね、逃がしてあげるっていう感覚が、ね、必要になってきます。こうぐーっといくんじゃなくて、ちょんとこう伸ばして逃がしていく。で逃がす際には腕をこうやって上に振っていくっていうのはちょっと効率が悪いので、ラケットをですね、やっぱ立っていく、立って、これでここで、まあ、例えば当たったとして、こういけばですね、腕ほとんど動いてないですよ、ね、腕ほとんど動いてないですけど、ラケットはボールからしっかりと上の方向に逃げてきますので、すると勢いをうまくですね、勢いをもろにバーンと弾くっていうよりかはスッと逃がすっていう、そんな感じになります。じゃあちょっと一球お願いします。いいよいいよ。そう、まあちょっと腕の回線使えるといいかなと。で、大体押しちゃう時っていうのは、肘曲がった状態で、肘がですね、こう下向きの状態ですよね。下向きの状態でこう当たっていくと、まあ、うまくそれでもこう抜けたりとかするんですけど、そうすると押しが強くなっちゃってっていうのが多くなってきますね。で、なんで肘が下向いて向いた状態でこう打っちゃうかっていうとですね、前に腕を動かそうっていう気持ちが強くなるほどこういう状態になりやすいです。なので少しですね、肘は前に入らずちょっと後ろに残してあげるぐらいな気持ちで打ってあげると、肘の先の先端、ラケット先端、肘の先がですね、うまいことこう回ってくれますので、こう入るのかこう入るのか、こう入るのか、こっち側ぐらいで残ってあげるといいかなと。で、これ実際打つ際は多分ですね、今はまあその場で打ちましたけど、まあ、このサービスラインぐらいでこう構えてる時に飛んできたらですね、まあ普通にこういうボレーで打つと思いますので、後ろから前に走ってきた時ですね、走ってきた時に走りながら打つことが多くなると思いますので、なので気をつけるのはですね、体前に移動してますので、前に移動してるそのままに打ってしまうと前傾になって、で前傾になると面が起きてこないので、まあちょっと肘、まあ、脇を畳むような感じですね。でそうすると肘が曲がってくる、で肘が曲がってくると今度肘が下向く、だから悪い例みたいになっちゃうみたいな流れがありますので、体はねまっすぐ、
ラケットが立つことで逃げますんで、寝たまま上行くっていうか立つことで上行くので、こう立てて振り抜くっていうよりかは立てたところでビシーンと止めていくと。で、両手バックのショートクロスの時にやったようにですね、飛んであげるとですね、スイングって止まりやすいんです。力入りやすいというか、飛びながら逆に振り抜くってすごく難しい。フォアのドライブボレーも同じで、こう飛ぶとね、スイングって止まりやすくなってくるんですね。で、飛んであげることで動きながらだとこう前傾になりやすいのが、こう飛ぶとですね、一回こっちの足で踏ん張って上方向に行きますので、体はね、まっすぐに保ちやすいです。飛んでこうなるってこれちょっと難しいので、足でこうすると上体も斜めにならずにまっすぐになるので、まっすぐだから余計な肘の曲げとかなくっていうね、まあ、そういう流れになってきます、ね。まあ、試合で使うかどうかっていうのは別にして、練習としては非常にフォアハンドストローク効果的に練習できると思いますので、まあ、ぜひね試してみてください。はい、じゃあ今日以上になります。ありがとうございました。